が見たい世界を見て生きるですね。で、ここに関してはすごいもう朗報です。今まで結構暗い話だったんですけど、まあ一番最後っていうのはすごいいいことだなと思っていて、で、それ要するにどういうことかっていうと、まあ現時点でもすでに起こってるんですよね。で、例えばなんですけど、じゃあ Twitter で今どんなツイートが流れてきてますか？で、あと YouTube を開いたらどういう人たちが出てきますか？で、それってもう完全に個人個人で全てパーソナライズ化されている。まあ個人がそれ完全に分断されているわけですね。じゃあ例えば僕の Twitter を開くとどんな感じかっていうと、やっぱりそのお金を稼いでる人がすごい多かったりするんですよ。みんなで個人で稼ぎましょうみたいな。だから僕の YouTube チャンネル見てる方も Twitter のタイムラインとかそんな感じかもしれないです。なんか個人で稼ぎましょうみたいな。会社で依存するなみたいな。まあそういう感じだったりとか、YouTube 開いてもビジネス系の人がいっぱい出てきて、でそれでなんか結構意識高いこと話してるとか。で、こういうのって今ですら当たり前じゃないですか。で、これがさらにどんどん分断化されていって、人それぞれが自分の好きな世界だけを見ていける。で、それが VR とか AR っていうそのこうガチャンって顔にはめてこう楽しいものが今出てきてるじゃないですか。で、あれが進んでくるとさらにそれが分断されると思っていて、でそれで現実世界を見ると結構辛いこと多かったりするじゃないですか。だから家に帰ってきてこうガチャンってつけると、その中にはその自分の素晴らしい世界っていうのが広がっていて、でそこでバーチャルリアリティ、その仮想空間の中でいろんな友人とかと交流して生きていく。で、言ってしまえばこれサマーウォーズって映画知ってますかね。ああいう世界観に近いと思うんですけど、まあ、これはほぼ間違いなく起こってくると思います。で、なんでこういう変化が起こるかっていうと、まあ、いくつか理由があるんですけど、一番大きな理由としてはまず 5G が来るじゃないですか。で、5G 来たら通信速度速くなりますよね。っていうのはまず一つと、あともう一つが Facebook とかってそういう大企業がもうその VR の領域にめちゃくちゃ投資しているんですね。だからそのネットワーク速度が速くなって世界の企業がそこに投資をしていくってなったら、その分野確実に発達していくじゃないですか。で、それでまず最初は、まあ、今年とか来年ぐらいでこういった AR グラスみたいなこうサングラスをつけると、例えばそこにマップが表示されるとか、まあ、そういうのはすぐ出てくると思うんですね。で、その先の未来っていうのがおばちゃんですけど、その先に VR 空間が広がっていく。まあ、これも素晴らしい未来だと思います。まあ、僕個人的にはこういった未来すごい楽しみだなというふうに思っているので、それこそ多分10年後とかってなってきた VR 世界の中でのアルバイトとか、まあ、そういうのも全然出てくると思っています。まあ、なのであくまでこれ僕のやり方なんですけど、新しいガジェットとか新しい VR デバイスみたいなそういうのが出てきたら必ず絶対試すようにしています。今世の中どんな感じなんだろうみたいな。で、例えばオキュラス GO っていう、まあ、そういう VR のやつが出てきたんですけど、まあ、そういうのを僕は過去に試してますね。で、現状だとぶっちゃけまだ微妙なんですね。で、微妙って今僕がこうやって言えるのは実際自分が試したから言えるわけじゃないですか。だからこの動画見てる方も別に今ってああいうデバイス徐々に安くなっていってます。まあ、とは言っても、まあ、3、4万ぐらいするんですけど、でその3、4万の投資は結構未来を変えると思うので、僕は飲み会にもう10回行かないみたいな。飲み会って3000円だったし、10回行かなかったら3万あるじゃないですか。で、それを全部ガジェットに投下するみたいな。こっちの方が効率的だと思います。